暑い夏、ヒヤヒヤのいたずらはいかが？うらしめし。今日はこの一時停止をしてヒヤッとするいたずらをしちゃうよ、うらしめし。今日は実験道場の純子博士にいたずらをします。この先のいたずらが見たい人はチャンネル登録をしてくれ。あとはこの親指に立ってるグッドボタンを押してコメントする。じゃないとお前のところに化けて出るぞ、うらしめし。こんなに暑いと体がだるい、頭も全然働かない。でもそんな時はやっぱりスイカ、スイカを食べようっと。美味しそうなスイカ。うらしめし。ただ。もう一個あるし、そっか、お塩かけるの忘れてた。パラパラっと、甘みがより引き立って絶対甘くなるよ。いただきます。ストップ。スタート。うわうん、やっばー、こんなに塩かけたっけ。やばこんなんスイカじゃない。ダメダメ、塩かけんのやめた。じゃ普通にいただきます。ストップ。うらしめし。なんかおかしい、なんかヒヤッとする。 Welcome to 実験道場チャンネル。チャンネル登録してこの先をお楽しみください。さあお願いね。よし、気を取り直してスイカ食べよう。今度こそ絶対にスイカを食べる。私はこの夏甘くて美味しいスイカを食べるのだ。せーの。
Thank you.
わいい。かわいい帯なんです。うん、ずいぶんいいの取れたぞ。スタート。あれ、今なんだかサムネを取らされた気がする。おかしい、なんか最近頭が痛い。こんな可愛い浴衣をこんなことに入れられてるよ。脱出成功。なんかこの家いるかもしれない。おー、寒い。怖い怖い怖い。以上、実験道場でした。気に入った方は、チャンネル登録、そしてグッドボタン、実験レポートを書いてね。次回はもっといたずらが激しくなるよ。ちゃんと見つけれるように、チャンネル登録とベルボタンを押してね。あとは Twitter、TikTok、Instagram もやってるから概要欄からフォローしてね。ラミメシ、次はどんなんなるかちょっとだけこちら見てね。ぴょん。ほら、天竜だ。